皆さんこんにちは。こんにちは。私たちの研究の目指すところはカーボンニュートラルと経済の活性化を両立する持続可能なエネルギー社会、アンビエントエネルギー社会の実現です。今カーボンニュートラルに向けてエネルギー変換技術の開発加速が求められています。つまり科学を基礎としてそこに情報科学、コンピューティングといったデータ学を適用した研究開発をエネルギー変換の科学と工学として、さらには新しい学術領域であるエネルギービッグデータ科学として総合的に取り組んでいます。エネルギー学、情報科学の融合です。現在研究室で取り組んでいるテーマは3つあります。1つ目は次世代太陽電池の開発。ペロブスカイト太陽電池と呼ばれる次世代太陽電池とシリコン太陽電池の二重構造、タンデム構造にすることで電気への変換効率のさらなる向上を目指しています。2つ目は電解セルと燃料電池を使った大量にエネルギーを蓄える蓄エネルギー技術の開発です。私の研究室では炭素から CO2 を生成する際のエネルギーを電力に変換して放電し、逆に電力を使って CO2 から炭素を生成する際に充電する新しい大容量蓄エネルギーシステムとしてカーボン空気二次電池システムを提案し、世界で初めて自放電実験に成功しました。放電時に生成する CO2 は大気中に放出されることはなく、貯蔵して繰り返し利用します。本システムは理論的変換効率が 100% に近く、貯蔵物質である炭素と CO2 はエネルギー密度が高いため、大容量低コスト蓄電システムとして期待されます。そして3つ目は、さまざまなエネルギーデバイスを統合的に制御する新たなスマートエネルギーシステムの開発です。私がエネルギーシステムの設計を担当し、2012年に竣工した研究棟環境エネルギーイノベーション棟 EI 棟では、4570枚の太陽電池パネルなど再生可能エネルギーを最大導入し、燃料電池、ガスエンジン、リチウムイオン蓄電池などを統合的に制御することで、約 60% 以上の CO2 排出量の削減と 70-90% のエネルギー自給を達成しています。現在独自ブランドであるエネルギーシステム NSWARO には電気自動車や燃料電池自動車などが接続が予定され、1秒1分の間に EI 棟だけでも約8000、大岡山キャンパス全体では1万4000ものビッグデータを取得しています。これらを機械学習や人工知能解析などのデータ科学的手法を使って解析し、エネルギーの高精度需給予測と制御を実現して、再生可能エネルギーの最大活用によって安定して安くエネルギーを使える社会を実現しようとしています。興味がある方はぜひホームページをご覧ください。お待ちしています。